応援トレーニングを紹介したいと思います。みんなによく質問されるのが、どうやったらフットワーク速くなるんですかっていう質問が多いんですけど、追い込んで持っていける、やばい。こんにちは、のんちゃんです。のんチャンネルへようこそ。今回は公園トレーニングを紹介したいと思います。公園でできるトレーニング、バドミントン界でこれはチャイナステップトレーニングと言われているものなんですけど、こう大きくジャンプした後に細かくステップしたり、タッピングやもも上げ、あとは胸つきジャンプとかですね、こうジャンプ系とステップ系をこう織り交ぜたようなインターバル形式で20秒やって20秒ジャンプやったり20秒ちょっと休んだりっていうメニュートレーニングなんですけど、まあ、一つ今言った心肺機能を鍛えるトレーニングの要素を一つと、あとはバドミントンの、まあ、みんなによく質問されるのが、どうやったらフットワーク速くなるんですかっていう質問が多いんですけど、やはりフットワークもいろんな、もちろん大事なことってあると思うんですけど、私はホームポジションからの一歩目っていうのはすごく大切だと思っていて、このチャイナステップをやることで自分が予測しなかった方、逆を突かれた時の修正にもこう効くと思うんですね。だからこのフットワークの一歩目の素早さにもつながる、このチャイナステップの真ん中でのこの細かい動きっていうのは、このトレーニングで鍛えられるんじゃないかなと思っているのは、私はすごく大切なトレーニングだなと思っているんですけど、ここ5年ぐらいあまり代表でも、チームっていうか個人の練習でもやらないので、だから今の高校上がりの選手とかは真ん中のこの修正フットワーク、このここの加速とかが遅いんですね、一歩目が。なのでここはすごく私はフットワークにおいて重要なところだと思うので、今回一緒にやって、ぜひこれからも継続していただいて、真ん中からの一歩目のこう速さプラス心肺機能を鍛えてもらえると嬉しいなと思います。ちょっと息上がってます。そうですね、ちょっと動いただけで結構上がるんで、これ20秒20秒やったら結構いいトレーニングになると思います。15種目今回考えてきたので、ちょっと忘れちゃいそうなので、まず読み上げますね。最初ジャンプ前後です。大きく前後ジャンプして細かく、でその V 字バージョンです。後ろが、1点で前に斜めに飛んで、これも早く V 字に行きます。でその次後ろの逆バージョンです。前が1点で V 字早く、その後横ですね、横開く閉じる、開く閉じるの変、その後前前後ろ後ろ前前後ろ後ろ、これも早く、ゆっくりと早く、で次逆です。左足が前前後ろ後ろ前前後ろ後ろ、多分これ得意得意やると思うんでちょっと気をつけながら、あと次前後ランジです。ジャンプの早く、次サイドランジ、戻るの早く、で股関節のひねりこれですね、上げてひねる上げてひねる早く、と後ろもちょっとスキップする感じのリズムでこれも早く、そして次バドミントン界でタッピングって言います。タッピング前とか後ろとか、こう私が指示したら動いてください。その後もも上げ早く、で胸つきジャンプ、次足つま先タッチです。あーきついこれで最後スタージャンプ、あーの15種目です。紹介するだけでもきついんで、結構きついと思うんですけど、やっていきましょう。じゃあ皆さん、場所の準備と心の準備大丈夫ですか？結構きついんで、覚悟して、まあ、一緒にきついと思ったらきつくなってくるので楽しくいきましょう。よし、レッツゴー、いきます。はーい、よーい、スタート。5、4、3、2、1、
マイ V。 右。ここで位置整えて、ちょっと。来るよ。もう早く。横か。横。くるはぎやばい。やばくない。やばくないよ。いいよ。来るよ。はい。これやば。マジやばい。前前後ろ後ろ。前前こうか。ここここでここ休みだ。ここ休み。見たことないかふくらはぎも回復する。こまちやばい。来るよ。妥協しない妥協しない。全部自分のため。ランジ。あ、逆っす。あ。ここ休み。なんか多分最後の休み、最初の最後の休みここ。やった分だけ全部自分に返ってくるからね。あ、こっち苦手なの。やばい。合ってるか分かんないけど、とりあえず動かす。もっといける、もっといける。OK、前後。前後。ランジ。息整えてね。バランスよく、体幹キープよ。出ない。来るよ。前後。ふくらはぎ。ひねり。ひねり、あ、ひねり。前。あ、言葉かけるよ。やばい、やばい。
しょう。しっかりひねってね。もういい汗かいてるよ、みんな見えないけど。後半よ、後半終了。頑張れ、スピード落ちない。おまげ。もうタピングだ。え、タピング、タピング、おまげ。タピング。タピング。やば。あ、ちょっと切り替え。これやばいわ。後半もっとくるよ。こっから。めっちゃ、はい、パーク高い、もまげ、ほう。以上、自分に出てくる。胸つきジャンプ。オーケー。休んでる時とオンオフ大事よ。飛び続けるよ、高く。いいよ、そう、お、いヤシタッチ。ヤシタッチ、オッケー。あと2個じゃない？残り見えてきてるよ。でもゴールは見ない、絶対。目の前のこと一生懸命、目の前のことをやるからゴールが見える。オッケー、おい、最後に行こう。見てるよ、ラスト、みんなでおしょう。1、2、きれいに余裕って思った人は多分追い込めてないよ、妥協してるわ多分。まだこれ自分次第、自分でこう秒数決まってるから、自分がそう秒数の中でどれだけ追い込めるか。だからさっきの途中で言ったけど、ゴールがもうちょっとで終わるって、終わりを見えて目の前のことをおろそかにすると本当意味なくて、目の前の最後バテてもいいから、目の前のことをもうとりあえずやってみるっていうことがすごく大事だと思う。え、きついけど全部自分に返ってくるから。で、今回こういうトレーニングでさ、話まとまったか分かんないけど、とりあえずまたお会いしましょう。
バイバイ。